ビクトリー、ビクトリーは、イギリス海軍の104門一等戦列艦。1805年のトラファルガーの海戦において、ホレイショ・ネルソン提督の機関を務めていたことで知られる。他にもウェサン島の海戦でのケッペル提督や、スパルテル岬の海戦でのハウ提督、三ビセンテ岬の海戦でのジョン・ジャービス提督ら、多くの提督の座上艦であった。1922年に、 ポーツマスの艦ドックに移され、記念艦となった。ポーツマス軍港の港湾司令官や、第二海軍協の機関を務めていたが、2012年8月からは、第一海軍協の機関となった。現存する唯一の戦列艦であるとともに、世界最古の現役艦でもある。航行可能な現役艦としては、アメリカ海軍のコンスティチューションが最古。1758年12月。 イギリス政府の事実上の首相であったダイピットが、後に、ビクトリーとなる一等艦を含めた12隻の軍艦の建造を提起し、発注が行われた。18世紀に建造された一等戦列艦は10隻で、ビクトリーはそのうちの1隻だった。ビクトリーの建造には、海軍の官邸監督官であったトーマス・スレードが、造船技師として選ばれ、1756年に、 ウリッチ交渉で浸水した一等艦ロイヤル、ジョージの設計図をもとに最低百門の方を備える船として設計された。チャタム交渉の交渉長はこの船の建造のため艦ドックを準備するよう命令され、1759年7月23日に流骨がオールドシングルドックに敷かれた。1760年の10月にはビクトリーという名が選定された。 この名が選ばれた理由には諸説あり、一つには前年の1759年に当時行われていた7年戦争でイギリスが次第に優勢になってきており、陸上ではケベックの戦いや民伝の戦い、海上ではラゴスの海戦、キブロン湾の海戦と勝利が相次いだため、奇跡の年を記念して命名されたというもの、もしくは7つの命名候補が記された短いリストの中で、 当時下の船に使われていなかった名前が単にビクトリーだけであったとするものもある。先代のビクトリーと名付けられた戦列艦は1744年に乗組員全員と共に失われていたため一部ではこの命名が適切かどうかに疑問が持たれていた。一度フレームが組み上がると大抵の場合船には大井が取り付けられ数ヶ月にわたって 木材の乾燥とならしが行われる。しかし、7年戦争が終結したこともあって、ビクトリーはこの骨組みだけの状態で3年近く、ドックに放置されることになった。ただし、この長期間の乾燥が、後の長寿命につながったともされる。建造は1763年の秋から再開され、1765年の5月7日に、浸水が行われた。 かかった費用は63,176ポンド3シリングで、現在価値に直すと、おおよそ779万ポンドとなる。建造には6,000本にも及ぶ木材が用いられ、そのうち90%が、オーク材で、残りが、エルム、パイン、モミの材木と少量のリグナムバイタだった。浸水の日、浸水式の食長に選ばれたの、ハートリー・ラーキンは突如として、 船がドックのゲートを通り抜けられないであろうことに気づいた。夜明けと共に行われた計測は彼の懸念を裏付けるものだった。ゲートは少なくとも9インチ狭すぎた。この恐るべき知らせは上司である船大工長のジョン・アリンに伝えられ、浸水の延期も検討された。ラーキンらは集められる船大工を全て集め、金でゲートの周囲の木材を削り、 船が安全に通り抜けられるように苦労して切り開いた。このようなことができたのは浸水後ドックが即座には使用されないためだった。実際ビクトリーは整備中としてフランスがアメリカ独立戦争に介入してくるまで13年間メドウェイ側で経流された。ビクトリーの試験高校は1778年3月にジョン・リンドセ艦長の下で行われた。リンドセイが ビクトリーの艦長だったのは、同年5月までで、すぐに、海軍大将、オーガスタス・ケッペル提督の帰還なり、中将ジョン・カンプベルが第一艦長、直任艦長のジョナサン・ファルクナーが第二艦長として赴任してきた。ビクトリーは、鉄製の鋳造砲で武装しており、下艦艦に、中艦艦に、上艦艦に、選手寮と小艦艦にを備えていた。 1778年5月に42ポンド法はすべて32ポンド法に乗せ替えられたが、1779年4月にまた42ポンド法に戻された。結局、1803年最終的に42ポンド法は32ポンド法に置き換えられた。また、1782年には6ポンド法全問が12ポンド法に更新された。後に、 加えて68ポンドの休憩弾を打ち出せるカロゲード砲が2門搭載された。1808年1月、ビクトリーは98門2等戦列艦に格下げされたが、1817年2月には再び104門1等戦列艦に分類し直れた。1778年7月9日、ケッペル提督は29隻の戦列艦と共にスピットヘッドを出発した。 そして7月23日、ウェサン島の西100マイルの海域で、ほぼ同戦力のフランス艦隊を発見した。フランス側のドルビリューハクルイジロー提督は戦いを避けるよう命令を受けていたが、ブレストへの退路は遮断されていた。風と雨によって、次第に操船が困難になる中で、イギリス側は、なんとか重列を保ち、対列を乱した、フランス側に対して、 海戦を強制できる状態まで持ち込むことができた。しかし、フランス艦隊も苦労しながら有力な艦を並べ、反抗の形となったイギリスの戦列に対して戦列を組んだ。正午ごろ、艦隊の中央に位置したイギリス艦隊機関ビクトリーは、フランス艦隊機関の百十門艦ブルターニュに対し、砲撃を開始した。イギリス前衛戦隊は、わずかな損害で離脱したが、 ヒューパリサー中将の後衛戦隊は、作具などにしたたかな損傷を受けた。ケッペルは、フランス艦隊を追撃するよう信号を送ったが、パリサーは従わず、追撃は行われなかった。そのため、この海戦は後に清掃に発展した。1780年3月、ビクトリーは、船食い虫の害を防ぐため、艦艇に合計で3923枚の銅板を貼った。 翌年末、1781年12月2日に、この船は、ヘンリー・クロムウェル艦長の下、海軍少将リチャード・ケンペンフェルト提督の機関となった。そしてケンペンフェルトはビクトリーを含む12隻の戦列艦、1隻の50門4頭艦、5隻のフリゲートを率いて、ブレストを同年12月10日に出た、フランスの護送船団への襲撃に向かった。フランス船団は、 ドグシシェン博率いる19隻もの戦列艦に護衛されていた。しかしイギリス側はこの戦力差を知らないまま12月12日にフランス戦団を発見し追撃を行った。ケンペンフェルトがフランス艦隊の優勢に気づいた時、イギリス艦隊はすでに15隻もの輸送船を打破していた。ドグッシェンの護衛艦隊は風下にいたため救援に赴くことができなかった。 1782年8月、ビクトリーは、リチャード・ハウ・テ督トクの機関として、フランス、スペイン領海軍に封鎖されたジブラルタルへの補給を、行う輸、SO、送船団の強力な護衛艦隊に参加した。船団は、抵抗に遭うことなく、ジブラルタル海峡に入り、補給物資を成功裏に積み下ろした。キロには、スパルテル岬の海戦が発生したものの、戦闘は小規模で、 ビクトリーが砲撃を行うことはなかった。1796年、ロバート・カルダーを第一艦長、ジョージ・グレイを第二艦長として、ビクトリーは、ジョン・ジャービス提督の帰還となった。1796年の暮れの時点で、地中海での英国の編成は、フランス・スペイン連合艦隊に対して不十分で、コルシカ島やエルバ島からの撤退を余儀なくされた。ジャービスは、 帰化の艦隊をサンビセンテ岬に配置し、スペイン艦隊の北上を妨げていた。当時、代償だったホレーショネルソンは、エルバ島からのイギリス軍撤退を指揮した後、フリゲート艦ミネルバでジブラルタルに向かった。そして、スペイン艦隊が数日前に海峡を通過したという情報を入手し、2月11日、ジャービスの艦隊と合流するために出港した。 一方のスペイン艦隊は24隻の戦列艦と輸送船からなっていたが、強い東風に流されコースを外れたため、夜を徹して目的地カリスへの航路を取り直していた。ネルソンは濃い霧に紛れて、スペイン艦隊に発見されることなく2月13日にジャービスの艦隊と合流した。ジャービスの艦隊は2月5日に、ウィリアム・パーカー提督率いる5隻の戦列艦を加え、 15隻に強化されていた。2月14日朝、イギリス艦隊を2列の渋滞を形成しており、ジャービスはビクトリーの5で主艦班で士官に向かって、イングランドの命運はこの戦いの勝利にかかっている。と宣言した。午前6時半頃スペイン艦隊死人の方があり、9時頃には機関ビクトリーのマストからも敵艦を確認できるようにな。そして11時。 ジャービスは全艦に戦列を組んで戦うよう命じた。スペイン艦隊の数は27隻に上り、イギリス艦隊の約2倍に達していた。カルダー艦長が次第に増えていく、算定数をジャービスに報告すると、ジャービスはこう答えた。十分だ。これ以上はいい。サイは投げられたのだ。私はたとえ敵が50隻ようとも突き進んでいく。 イギリス艦隊は単獣人で未だ戦闘準備を終えていない二つのグループに分かれた、スペイン艦隊の間に進んでいった。イギリス艦隊は、ネルソン指揮下の七十四門艦キャプテンの時期を終えた、活躍盛り、スペイン艦隊の分断に成功した。午後四時半過ぎには、戦いはほとんど収束し、ブリタニア及びオライオンと守られつつ離脱していく。 スペイン艦サンティシマトリニダーの間で小ゼリアやる程度となった。海戦はイギリス艦隊の勝利に終わった。スペイン艦隊は四隻の戦慄艦を捕獲され、死傷者合わせて約千人の損害を出した。一方イギリス艦隊の損害は全体で戦死七十三人、負傷三百二十七人であり、期間ビクトリーにおいては戦死一人、負傷五人だった。 この一名の戦死者は、ビクトリー・甲板パ城を襲った砲弾が、ジャービスをわずかにそれ、近くにいたスイフを直撃したものだった。イギリス艦隊は、スペイン艦隊に致命傷を与えることはできず、カディス港入港を阻止するという目的も達成できなかったが、この戦いによって、スペイン艦隊は、その後2年の魔法に留まることを余儀なくされ、フランスのイギリス侵略を不可能にした。 1797年暮れ、ビクトリーは海軍ジェ J ・リックマンの指揮の下、チャタム交渉に係留された。同年12月ビクトリーはもはや現役の戦闘艦には適さないとみなされ、スペイン人やフランス人の傷病捕虜を収容するための病院船に改装することが命じられた。しかし1799年10月8日、二等、戦列艦、インプレグナブルガリスボンへ、 輸送船団を護衛し終えた後、ポーツマスへのキロニチチェスター近くで座礁する事件が発生した。インプレグナブルは水漏れから着底し、再不要は不可能であったため、この船は失われた。そして三素管が足りなくなったことから、海軍本部はビクトリーを元通りの状態にすることを決断した。再建作りは1800年に始まったが、作業が進むにつれ多くの欠陥が見つかり、 修繕は非常に広範囲にわたって行われた。当初再建作りに必要な費用は23,500ポンドとの見積もられていたが、最終的な費用は79,33ポンドに達した。訪問がいくつか追加され、ビクトリーは100文館から104文館になった。また、弾薬庫は銅で裏張りされ、選手像はマストに沿って再配置された。さらに、 船体の塗装が赤から今日見られる黒と木の横島に変更された。ビクトリーの訪問は当初船体の配色に合わせて木に塗られていたが、その後黒に塗り直された。この船体色は後にネルソン・チェッカーと呼ばれるようになり、トラファルガーの海戦以後すべての英国軍艦に適用された。再建作りのすべての工程は1803年4月に完了した。ビクトリーは ポーツマスに送られ、数ヶ月の間、直任艦長、サミュエル・サットンの下で任務に就いた。海軍中将保冷所ネルソン提督がその正気を、ビクトリーに掲げたのは1803年5月18日のことだった。サミュエル・サットンが、機関艦長を務めた。しかし、ビクトリーは航海の準備を完了していなかったため、ネルソンは5月20日に、フリゲート艦アンフィオンに移り、 指揮官として任じられた地中海へ向けて出発した。ビクトリーは少し遅れて、今度はウィリアム・コーンウォリス提督の機関となるためウェサンジマに向けて出港した。しかし、その必要はないとされ、結局ネルソンの艦隊に合流すべく地中海へ向かった。5月28日、サットン艦長はロシュフールへ航海途上のフランスの32門、フリゲート、 アンビュスケードを捕獲した。その後ビクトリーは7月31日にトゥーロンでネルソンと再会した。サットンは先にネルソンが乗ってきたアンフヨンの艦長に転属となり、トマス・ハーディを艦長としてビクトリーは再びネルソンの帰還となった。1805年4月4日、ネルソンのもとにフリーゲート艦法部がピエール・ビル・ヌーブ提督指揮下のフランス艦隊がトゥーロンを立った。 という知らせをもたらした。この時ビクトリーは、マヨルカ島に付属する小島である、トロ島付近にいた。ネルソンは、フランス艦隊がエジプトに向かっているのではないかと、推測して、シチリア島に急行したが、ビルヌーブは、カディスに入港して、スペイン艦隊と合流しようとした。5月9日今度は、フリゲート艦オリンパスがネルソンに、ビルヌーブが約1月前に、 カディスを出たという情報を運んできた。ネルソン率いるイギリス艦隊は、ポルトガルのラゴス湾で補給を行い、5月11日に、西に向かった17隻からなるビルヌーブの、フランススペイン連合艦隊の追撃に移った。この追撃に参加したイギリス艦隊は10隻の、戦列艦と3隻のフリゲートで構成されていた。しかしこの、イギリスの追撃艦隊は6月4日に、 西インド諸島のバルバドスに到着したものの、すぐに、ビルヌーブの艦隊がヨーロッパに戻ったことを知った。そして、ナポレオンのイギリス遠征軍がブローニュで待機しており、フランス艦隊の帰着を待っていた。ヨーロッパに戻ったビルヌーブ帝徳と帰化の、フランススペイン連合艦隊は、スペインの美合か、フェロルに退避しようとしていたが、カルダー帝徳率いるイギリス艦隊に捕捉された。 そして7月22日にフェロル沖でカルダーの15隻の艦隊と霧で視界の悪い中、決定的でないフィニステレミサキの海戦を戦った。その後、8月14日にはカルダーの艦隊が15日にはネルソンの艦隊がウェザン島沖にあったコーンウォリスの海峡艦隊に合流し、イギリス側の陣容が整っていった。ネルソン自身は地中海艦隊を コーンウォリスのもとに残して、ビクトリーと共に、イギリス本国に帰還した。コーンウォリスは、自身の指揮下にあった33隻の戦列艦のうち、20隻をカルダーのもとに送り出し、フェロルにいると見られた、フランススペイン合艦隊を捜索させた。8月19日、イギリス側にとって悪い知らせが届いた。フランススペイン連合艦隊は、フェロルを出港し、二日前に援軍を連れて、 カディスに入港したというものだった。9月28日水曜日の午後、ネルソンはカディス沖のコリングウッド提督の艦隊に密かに合流した。これはネルソンの存在を気取られないための装置だった。ビルヌーブは自身が指揮官を解任されたと知った後の10月19日の朝、艦隊を率いて海上へ出た。フランススペイン連合艦隊の最後の船が出港を 終えたのはその日の夕方で彼と彼の艦隊は地中海へと向かった。この艦隊と夜通し接触を絶やさぬよう命じられたイギリス側のフリーゲートは19時にフランス側に発見されフランススペイン艦隊では戦いのために戦列組むように命令が出された。10月21日の朝10マイル先の死人街でバラバラに航行していたイギリスの主力艦隊は 幼撃のために展開した。ネルソンはすでに作戦を決めていた。彼は、フランススペイン連合艦隊中央の機関の2から3隻前で、戦列を突破、分断し、敵前衛が支援に戻る前に勝利を確定させようとしていた。午前6時、ネルソンは、機関の艦隊に2列の重列になるよう命じた。微風のため艦隊の進行は遅かったが、6時間後、 イギリスの二列の戦列は徐々にフランスの艦列と接触し、風下の列を引いたロイヤル・ソブリンはフランスの七十四門艦風牛に砲撃を始めることができた。それから三十分ほどでビクトリーはフランス・スペイン連合艦隊戦列のビュー・サントルとルータブルの間に割り込み、前者の艦尾に向けて数ヤード先から三十の片減装車を行った。 フランススペイン連合艦隊の隊列に垂直に切り込む。この、ネルソンタッチの性質上、戦列の先頭にいたビクトリーは、敵艦隊からの集中砲火を浴びることになったが、連合艦隊の砲撃の稚拙さにも助けられ、よく持ちこたえた。13時25分頃ビクトリーの後、艦板上で、ネルソンは狙撃された。致命的なマスケット弾が彼の左肩から脊椎に、 達し、ネルソンは16時半過ぎに池を引き取った。この狙撃は、フランス艦ルドゥタブルからのもので、ネルソンは、周囲のものの、集中射撃を受けて危険なので兵の服を着るように、という提案を聞き入れず、将軍の服のまま陣頭式をしていたという。ルドゥタブルの兵員はビクトリーへの切り込みをくわだてたが、エリアブハーベイ艦長の98門二等艦テメレアが、 ライエンシコのフランス艦を打ちのめしために失敗した。ネルソンの最後の命令は艦隊は怒りを下ろせであったが、この命令はコリングウッドによって撤回された。この海戦におけるビクトリーの損害は戦死57人、負傷者102人だった。ビクトリーのトランファルガーの海戦での損傷は激しく、自力での航行が不可能な状態だったので、 98門に東刊ネプチューンがビクトリーを修理のためにジブラルタルへ栄光していった。そしてその後すぐビクトリーはネルソンの亡骸をイギリス本土へ運んだ。亡骸は一旦グリニッチで安置された後、1806年1月9日にセントポール寺院で埋葬された。トラファルガーの海戦の後もビクトリーは数々の提督の旗をその艦上に掲げ、 多くの遠征に出版した。その中には、ジェームズ・ソマーレズ提督の二つのバルト海、方面作戦などが含まれた。1812年11月7日に、ビクトリーは活動期間を終え、ポーツマス西岸のゴスポートに係留されて、支援母艦として用いられた。トマス・ハーディが第一海軍教だった時、彼は家に帰って、ビクトリーの解体命令に署名したと妻に言ったところ、 彼女は泣き出して、ハーディに執務室へ戻って、命令を取り消すように送り出した、と一般に語られているが、この話は、出典が疑わしいとされている。この命令が記載されていたはずの1831年の任務記録は破り取られて失われている。そして、女王になる前のビクトリア女王とその母ビクトリアが1833年に、船を訪れた短い期間を除いて、 ビクトリーは長い間忘れ去られていた。1889年、ビクトリーは電信を教える海軍学校として偽装が行われた。そして、すぐに正式な通信学校となり、各艦から不適とされた通信兵は、弊社ではなく、ビクトリーに送られて2ヶ月のトレーニングコースを受けた。通信学校は1904年までビクトリーに置かれ、その後トレーニングは一時的に、 装甲艦ハーアキリーズに移されたが、1906年に反高級的にポーツマスの海軍兵舎に設置されることとなった。数年後、ビクトリーの戦隊状況は停泊地で次第に悪化していた。1903年、装甲砲塔艦ネプチューンが解体のために栄光されている途中、ビクトリーに接触しその水線下に穴を開けるという事故が発生した。 緊急の修理が行われ、ビクトリーの沈没は防がれたが、これは海軍本部がビクトリーをスクラップとすることに対したイギリス国王エドワード七世による個人的な介入でしかなかった。一般大衆のビクトリーへの関心が復活したのは、1905年のトランファルガー戦争百年記念式典の一環として潜水艦不当ので転職された時であった。1910年、 海事志学会はビクトリーを後の世代のために保存しようとしたが、熾烈さを増すドイツとの喧嘩競争にかかりきりの海軍本部は協力を行わなかった。一方でビクトリーの状況はフランク・エイチ・マーソン著の1911年の英国船によるとほとんど侮辱的な仕打ちと表現されるほどだった。1921年、ビクトリーは 非常にみすぼらしい状態となっており、海運王、ジェームズ・ケアードを中心人物としてビクトリーを守ろうとするキャンペーンが始まった。1922年にビクトリーは現在も使用されている最古のドックであるポーツマスのナンバー2ドックに移された。長期間悪化し続けたビクトリーの戦隊状況はもはや安全に浮いていられないほどだった。 最初の復元作業が行われたのは1922年から1929年にかけてで、喫水線から主に中間板状にかけて、かなりの数の構造が修復された。1928年、ジョージ5世が作業の完了を示す名板をつける、祝典を取り行うことができたが、復元作業とメンテナンスは、海事史学会の監督の下で、依然として続けられた。 復元作業は第二次世界大戦中の1941年に一度中断された。ビクトリーはドイツ空軍機の爆弾によって鋼鉄製の船舶の一つと全省の一部が損傷した。その後、ドイツのプロパガンダラジオがビクトリーの撃破を宣言したが、イギリス海軍本部が否定の声明を出すという出来事があった。1950年代に 数々の予防的な対策が行われた。空気循環を良くするために隔壁が取り除かれ、木材を食い荒らすム虫対策に訓上が行われた。また、続く数十年では、多くの古びた、オーク洗剤が、硬く、油分を含んだチーク剤やエロ子剤に置き換えられた。この措置は、これらの材木が、心筋や害虫により強いと信じられていたために、行われたのだった。ビクトリーを、 トランファルガーの海戦当時の姿に復元するという決定は1920年に行われたが、以上のような重要な修復作業の完了は2005年のトランファルガー戦勝200周年式典の時まで勝った。トランファルガーの海戦で90発以上の砲弾とその他、発射体に突き破られひどく損傷したビクトリーの前、小班の中段の一枚は海戦の後で取り替えられた後保管され、 オーツマスの英国国立海軍博物館で現在も展示されている。ビクトリーは2012年10月に国定歴史艦隊の一隻としてリストに記載されるとともに第1海軍橋の機関となった。それ以前は第2海軍橋の機関となっていた。ビクトリーは世界最古の現役軍艦で同時に毎年約35万人が訪れる記念館の役割も果たしている。 現在の艦長は第101代艦長ブレインスミス少佐で2015年5月に就任した。ビクトリーは公式的には驚くべきほど多くの乗組員が配属されているが、訪問者が海軍の人員を見ることはほとんどない。これは古い海軍法制の遺産ですべての士官は艦船に登記されていなければならないためである。こうした理由によって、 ロンドンの国防省勤務官など、感染上では働かない海軍の人員全てが、ビトリーの乗組員として記録されている。2011年12月、国防危機支援局は、バイシステムズと5年のプロジェクトマネジメントを契約した。また、この契約には10年への延長オプションがついており、総額で1600万ポンドにも上る復元費用をかけて、マストや、削具の補修。 側板取り替えや火災防止対策の追加等が予定されている。この計画はトラファルガーの海戦から帰還してからビクトリーが受ける最も広範囲な階層になるとされている。この契約が締結された後2012年3月5日にビクトリーの所有権が国防省から英国国立海軍博物館の一部であるビクトリー保存団体に移されるという大きな変化があった。 この移動に伴って海軍のウェブサイトによるとゴスリング財団によって新しい団体へ2500万ポンドもの資本費補助が行われることが告知された。2世紀にわたって数々の提督がビクトリーに提督機を掲げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。